はい、それでは時間になりましたので、56クラスのナロー釜尾選手からですね、予備予選スタートしていきます。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。釜尾選手は出走ドライバーは釜尾千六。1がこれまでのベスト。じゃあ手空いてる方、マーシャルこちら側一人お願いします。はい、OK です。このプロラインのバッグどうしよう。それは店長のやつ。店長の、うん、この間車ぶっ壊れた時に。プラクティス終了です。売ってるよ、うちで。はい、超欲しいんだけどさ。チェックはしたんだけど、送料がめちゃくちゃ高いの、向こうから送ってくるの。そう。はい、それでは釜尾選手スタートします。ベスト9秒13です。レースを開始します。なるまさか釜は白くスタート。ちょっと新しいソフトなんだね。ちょっとずつ変わってる。これでバグ取りたい。いつまで経っても始まんない。1周目は9秒40です。2周の合計ラップでいきます。連続してなくても OK。 9秒4並べていきます。合計タイム18秒8。さあベスト9秒200、合計タイムも更新しています。さあ9秒3、合計タイム18秒50です。9秒3、さあもう1周できそう。釜尾選手3周目にマークした9秒200が今日のベスト。さあ9秒135、これが最終周。レース終了です。はい、ここでゴールです。マシンを回収してください。18秒335、自己ベストまであと1000分の4秒というタイムが出ています。はい、2人目がラスタ選手か。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはラスタナロー。ラスタ選手は9秒378が今日ここまでのベスト。9秒378。はい、OK です。19周6秒。37周8秒。はい、それではスタートします。よいしょ。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は、はい、それではスタートします。ちょっと呼び出し音長いですけど耐えてください。レースを開始します。耐えられるけど変えるとどうなるかよくわかんない。ラ
ラスタナロウスカート、はい、そういうことか。なんだどうしたらいいかな。80秒515。9秒6。さあラスタ選手は過去9秒37ベストを持っています。9秒7。9秒582。9秒5、9秒5で19秒0が、合計タイムです。9秒9。もう一周できます。9秒550。これが最終周。はい、レース終了です。マシンを回収してください。06です。さあ3番手が斉藤選手ですね。斉藤選手は過去9秒062がベスト残っています。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはミツカーン NM2 ピュアオレンジ。はい、それではスタートします。よいしょ。プラクティス終了です。レースを開始します。ミツカーン NM2 ピュアオレンジスタート。さあ斉藤選手は過去9秒06に最終名は11秒台。この次が岩井選手、栗さん、関根選手、桑野選手と続いてきます。さあ9秒007、これは自己ベスト更新です。さあこの週も9秒0、トップタイムです。18秒02、鴨野選手のタイムを超えてきました。9秒2。9秒04。もう一周できます。さあ8秒台きました。8秒971、自己ベスト更新です。レース終了です。はい、ここでゴール。マシンを回収してください。17秒97、合計タイム。さあ次は岩井選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは岩井。はい、ポンダ OK です。それでは準備ができたらいきます。プラクティス終了です。はい、それではいきます。レースを開始します。岩井スタート。まあ大丈夫ですよ、計測ライン通ってから1分なんで。ライブの映像が出てないかもしれない。マジ？あ、映像っていうか、うん、タイムが、あ、マジ？あ、これ切り替えてなかった。はい、OK です。はい、岩井選手9秒920。9秒50。今のところ4番手。9秒43。これは自己ベスト更新です。ラスタ選手のタイムを抜いて3番手。12秒台。
9秒6。じゃあうまくいけばもう一周できそう。レース終了です。マシンを回収してください。9秒4並べてきて3番手タイム、加茂選手の後ろ。はい、それでは次は栗選手、関根選手と続きます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはフリさあ、栗島選手はこのクラス3分間のコースレコードホルダー。さあ、栗選手は自己ベスト過去8秒856持っています。はい、ポンダ OK です。準備ができたらスタート。プラクティス終了です。はい、大丈夫ですよ。カメラ前でやる。まだまだカメラ前でやる。20周ちょっとごめんなさい。はい。はい、それではスタートします。レースを開始します。コールがあります。フリースタート。さあ、現在のコースレコードは関根選手が持っている8秒833です。11秒台。最後2周目12秒台。あ、8秒848。848は自己ベストですね。8秒9、一気にトップタイム。17秒77。8秒8を並べてきたトップタイム更新。うまくいけばもう一周できるか。レース終了です。マシンを回収してください。並べてきてトップタイムです。自己ベストも更新してるかな。フリさんは自己ベストも更新しています。さあ、その次が関根選手です。関根選手、このクラスのコースレコードホルダーです。8秒833。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは関口ナローキュアグリーン。はい、ポンダ OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。はい、それでいきます。レースを開始します。関口ナローキュアグリーンスタート。はい、スタート。栗選手のタイムを抜くには8秒862回必要です。はい、1周目は9秒08。8秒955。9秒4。現在斉藤選手の後ろ3番手です。合計タイム3番手タイム変わらず。9秒1。もう1周できます。
9秒0、3番手変わらず8秒9、9秒0、そしてこれが最終周、レース終了です。マシンを回収してください。18秒001。さあ続いて桑野選手、澤田選手、島村選手、伊藤選手、若松選手と続いていきます。桑野選手は前回8秒883かな、記録が残っています。あ、ごめんなさい、桑野さん9秒16ですね。はい、ボンダー OK です。それでは準備ができたらスタートします。レースを開始します。桑野 N スタート。10秒1、変わらずです。ラスタ選手の後ろ7番手、この次が澤田選手、島村選手と続いていきます。10秒55、7番手変わらず。10秒36、ラスタ選手をかわし6番手岩井選手の後ろ。X で何だったの？ん？あ、純正パーツはない。9秒4、岩井選手をかわした釜尾選手の後ろ5番手。これが最終周か。レース終了です。マシンを回収してください。釜尾選手の5番手でゴール。はい、その次が澤田選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは澤田。澤田選手は前回まで9秒946。これがベストです。はい、ポンダ OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。それでは行きます。レースを開始します。澤田スタート。はい、計測スタート。さあ1周目11秒0、さあ2周目タイムアップしていくと10秒40。13秒台。ラスタ選手の後ろで現在8番手。10秒2を並べてきました。8番手変わらず。これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。ゴールです。8番手タイムです。9秒972。はい、残るが3人です。島村選手、伊藤選手、若松選手。それでは島村選手、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。
コースをオープンします。出走ドライバーは陽介911。9秒490今までのベスト。はい、ポンダ OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終はい、それではそろそろスタートしましょう。はい、行きます。レースを開始します。言うとこはあえて怪しい、あえて言うとこは怪しい。陽介911スタート。はい、スタート。1周目から自己ベストを更新。さあ2周目9秒46岩井選手の後ろ7番手。9秒45岩井選手の後ろ変わらず7番手。自己ベストを更新して岩井選手の前に出ました。桑野選手の後ろ6番手さあもう1周できそう。さあこれが最終周です。レース終了です。マシンを回収してください。加納選手の後ろ5番手でゴール。最後9秒308自己ベスト再び更新。9秒308さあ残りが2人、伊藤選手と若松選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤奈郎。はい、ポンダ OK です。それではスタートします。プラクティス終了です。レースを開始します。伊藤奈郎スタート。はい、計測開始しました。はい、それ9秒45。2周目同じく9秒4、岩井選手の後ろで8番手。9秒15、一気に来ました。鎌尾選手の後ろ5番手。9秒1を並べてきて鎌尾選手をかわした4番手です。さあもう一周できます。まだ関根選手に及ばず4番手。これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは最終ドライバー若松選手です。プラクティススカート。
プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは若松。はい、今度は OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。ちょっと待ってもらって、はい、それではスタートします。レースを開始します。若松スタート。さあ、若松選手過去9秒1が出てますね。これ2回出せると3番手か4番手のタイム狙います。1周目11秒台。さあ2周目11秒台。澤田選手の後ろ11番手。1秒19いきなり出た。9秒48、島村選手の後ろ7番手。もう一周できます。9秒5、これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。6番手です。鴨選手の後ろでゴール。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。はい、予選は、3-4-4でいきます。一組目が桑野選手、岩井選手、ラッサ選手、澤田選手の4名でいきます。今組み合わせ出します。予選は2回やります。3分間2回です。あ、1回か、1回だ、ごめん。俺も久しぶりだった、忘れてた。ちょっとお客さん来てるんで、3時からスタートします。逆に気が付かなかったです、僕。Thank you.
エネルギーが入ってエネルギーが早い。まだ島村さんの使った電池ですよ。近年稀に見る絶不調っていうかもしれない。結局その後も自分
はい、それではそろそろ時間になりますので3分間の予選の準備始めていきます。桑野選手、岩井選手、ラスタ選手、澤田選手の4名です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは桑野 N、岩井、ラスタナロウ、澤田。さあ、桑野選手は3分間で20周8秒、岩井選手が18周9秒、ラスタ選手が19周6秒、そして澤田選手が16周10秒がそれぞれのベストです。コースレコードはクリさんが持つ20周1秒です。はい、澤田選手 OK です。ラッサ選手 OK、 岩井選手 OK、 はい、全車ポンダー OK です。準備ができたらレース始めていきます。プラクティス終了です。はい、それでは並べてあげてください。一番前が桑野選手、二番手が岩井選手、三番手ラッサ選手、四番手澤田選手、そこです、うん。はい、ちょっと新しいソフトなんで一回スタート音練習で聞いてもらいます。本番も一緒です。レースを開始します。あ、これだね。もう無音だ。レース終了です。マシンを回収してください。フライングを誘う設定になってそれではもう一回練習ね。練習。レースを開始します。うん、全日本スタイル。5秒前。そうそう。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは本番です。3分間周回レースです。スタートします。レースを開始します。あっとトップの桑野選手が転倒。ボディが大丈夫ですね。はい。タイムはランニングランダムか。いや、ランダムじゃない。今日は固定。固定だけれども。そうそうそう。さあ、トップはラスタ選手、澤田選手、岩井と続く。3番手桑野選手が一番速いタイム9秒54マーク。
さあラスタ選手が9秒40にこのヒートのベストタイム。さあ2番手が桑野選手かな。ちょっと見ましょう。さあそうですね、2番手が桑野選手、3番手岩井選手、4番手が澤田選手です。さあここで2番手桑野選手が全体ベスト9秒35、ラスタ選手を追います。ただまだ下がります。トップ争いは4秒の差。さあラスタ選手このままいくと自己ベスト更新です。19秒、1秒から2秒狙える。さあ桑野選手がベスト9秒330をマークしたが、その直後クラッシュ。澤田選手ベスト10秒08、2番手に岩井選手が上がってきました。4秒9の差。3番手桑野、4番手が澤田選手。さあ4番手澤田選手の自己ベストペースです。桑野選手9秒304、3番手のマシンが一番速いタイム。さあ澤田選手後ろから3番手緑の桑野選手がやってきます。さあラスタ選手が2番手にかなりの差をつけています。折り返しです。4秒以上差をつけていますラスタ選手。そして桑野選手が前、岩井選手赤いマシンを捉えて2番手に上がるかというところ。残り時間が1分。さあラスタ選手がこれまでのベスト19周6秒を破ってきそうです。ここでベストは岩井選手9秒39、現在2番手。さあ岩井選手のペースがいい。桑野選手はなかなか近づけない。1秒2の差がある2番手争い。さあそして4番手澤田選手も自己ベストペース、これまでの16周10秒を超えて17周も目指せるペース。さあこれ桑野選手9秒301、岩井選手に近づく。さあ澤田選手ありがとうございます。難しいところ、大丈夫大丈夫。さあ残り10秒です。ラスタ選手が19周目、これが最終周、残り5秒。岩井選手がなんとか2番手守るか。さあ大時計、ここで3分です。ラスタナローゴール。ラスタ選手19周3秒でゴール。岩井ゴール。桑野へのゴール。レース終了で す, ゴールです。マシンを回収してください。19周3秒、岩井選手が7秒、桑野選手も7秒、澤田選手自己ベスト17周9秒です。ラザさん下手したらビデオ判定するから。はい、それでは2組目スタートします。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤奈郎、鎌和千六、若松陽介911。ラッサ選手が19周3秒、これが暫定 TQ タイムです。伊藤選手が20周6秒、過去ベスト。釜尾選手が20周7秒、若松選手が19周7秒、島村選手が18周2秒がベスト。釜尾選手ポンダ OK です。はい、島村選手 OK です。 9.52。 あとは、あ、 A メイン5確定ですね。5確定。 14.56。 1人勝ち上がりで2名だと辛くない？
あ、じゃあ4、7多いよ、7多い、6でしょ、うん、だ4確定の 2名勝ち上がるとか、いや、いいね、5名、うん、上位5名 A メイン確定でいきましょう。はい、全社ポンダ OK です。それでは並べてあげてください。終了です。一番前が伊藤選手、2番手鎌尾選手、若松選手、島村選手です。それではスタートはさっきと一緒のタイミングです。それではいきます。だ、数えちゃダメ、数えちゃダメ、レースを開始します。はい、OK です。さあ、混乱がありました。トップで計測ライン通ったのは鎌尾選手、伊藤選手、若松選手と続く。さあ、島村選手が若松選手をかわした3番手に浮上。さあ、まず伊藤選手がトップタイム、2番手のマシンです。9秒27。さあ、鎌尾選手トップ1秒4、後ろに伊藤選手、島村選手が2秒、若松選手が3秒。斉藤選手が9秒206、このヒートのベストで鎌尾選手を追います。1秒差。斉藤選手が9秒09、鎌尾選手が9秒3がベスト。さあ、鎌尾選手が見せた。伊藤選手はその横を通りトップに返り咲きます。2番手鎌尾、3番手島村、4番手若松選手。1分経過、トップが伊藤選手に変わっています。8周目、2番手鎌尾選手が1秒6、若松選手ベスト9秒46、現在4番手です。島村選手は3番手で前とは4秒。さあ、トップ伊藤選手が計測ライン10周目に入ってきます。さあ、2番手鎌尾選手、このままだとラスタ選手のタイムを抜けないという予想。折り返しです。さあ、鎌尾選手動揺があったが11秒台。島村選手が鎌尾選手に近づきます。1秒7。若松選手後ろから来ます。島村選手は現在3番手、若松選手ベスト9秒27、現在4番手。鎌尾選手9秒29ベスト。さあ、伊藤選手は1人20周ペースと予想されています。残り50�秒。島村選手9秒26、鎌尾選手と 1.2 秒、2番手争い。さあ、鎌尾選手も9秒24で逃げる。残り40秒。さあ、伩藤選手が16周目、鎌尾、島村、若松のオーダー。さあ、鎌尾選手にミスがあったのか。2番手争いがぴったり。ただこの2台もペースアップは必要です。ラスタ選手のまであと1秒と予想されている。残り20秒。さあ、島村選手が0秒6後方、2番手争い。トップ伊藤選手は2番手に5秒以上差をつけています。残り5秒。斉藤選手が帰ってくる。これが最終周に入っていく20周目。ここで3分。釜は地獄ゴール、釜尾選手ゴール、陽介911、レース終了で す。マシンを回収してください。でもトップに立ちました。20周9秒。ラスタ選手は総合2番手守りました。だからもうラッサさん、これで A メイン確定ですよ。次3人だから、うん、マジ、うん、5番手ですよ。プラクティススタート、はい、プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはフリー、ミツカーン NM2 キュアオレンジ、関口ナローキュアグリーン。さあ、クリさんは3分間のコースレコードホルダー20周1秒を持ってます。
関根選手も同じく20周1秒、斉藤選手が20周6秒がベスト。惜しかったな。なるほど、マクソさんエネルギーがすげえな、マジっすか。じゃあれじゃない、スタートでピクついたのがあれ。俺は一応見なかったときにしようかなと。あれ一生言われるパターンです。はい、全社ポンダ OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。さあ現在の暫定トップ伊藤選手20周9秒です。はい、1番前クリさん、2番手斉藤選手、3番手が関根選手。はい、熊野さんありがとうございます。それでは予選の最終ヒート3名3分間スタートします。レースを開始します。はい、 OK です。さすが綺麗なスタートです。1周目はスタートオーダー順。斉藤関根です。栗選手がトップタイム8秒77マーク。まずは2番手争い、斉藤関根の差が0秒1です。関根選手が9秒2、斉藤選手が9秒3ベスト。さあ栗さんが8秒台、全周今のところ3周全部8秒台ですね。2番手に1秒8近い差をつけています。さあ関根選手が9秒04、斉藤選手が9秒02ベスト。50秒経過。イエローのカラーリング、栗選手が7周目トップのマシン。残り2台も今7周目。斉藤選手もベスト8秒台入ってきました。8秒998。さあ2番手争い、斉藤関根の差が0秒4。1分経過。さあコースレコードホルダーの栗島選手、イエローのマシンがトップです。9周目に全車入っています。関根選手9秒02ベスト、前との差が0秒36。さあ間もなく折り返しの1分30秒を迎えるところ、栗選手が11周目に入っています。21周ペースと表示されています。コースレコードペース。さあ一方2番手争い、斉藤関根その差が0秒2。この並びで総合順位も、並んできそうです。栗、斉藤、関根、残り時間がちょうど1分。栗選手が15周目に入っています。21周ペース。残りの2人は20周3秒から4秒のペース。残り40秒、栗選手が17周目。さあ2番手争いはずっとぴったり0秒2の差です。残り30秒切ってます。残り20秒、栗選手が19周目に入った。さあ現在の自身が持つレコード20周1秒を破ってきそう。残り10秒、現在20周目を走行しています。さあ前人未到の21入りました。大時計ここで3分。ミツバーン NM2 ピュアオレンジゴール、関口ナローピュアグリーン5、レース終了です。マシンを回収してください。7秒でゴールです。さあ予選走、A 面確定は栗選手、斉藤選手、関根選手、伊藤選手、そしてラスタ選手です。
というか。冷や汗がやべえ。久しぶりに別館選手との番組を乗ってきて選手との。はい、それでは B メインから1名勝ち上がりでいきます。 B メインは釜尾選手、岩井選手、桑野選手、島村選手、若松選手、澤田選手の6名でいきます。じゃあ25分 B メインスタートします。B メイン決勝は25分からスタートします。6分間です。そうです。マスターさんの丁寧に確定に。そうです。素晴らしい。岩井さん、今日は二重してみたらワイドの方ですか。ね、本番は本番で出るかな。楽しみですね。いや楽しみ。どうなんですかね。地味だね。結果出ました。あ、出てました。貼ってありますよ。
神様で、ね、健康診断引っかかっちゃって、あらら、3週連続ぐらいで、そういう時期に、ね、あ、本当、うん、親も年でしょ、親は親で、家の中に手すりをつける、うん、その苦悩、うん、介護認定までまだいかないですけど、そういう、ある程度年になったら相談に来るんですね、ううで申請してください、1割負担で工事する、あ、そういう打ち合わせで、ね、まあ、誰しも通りですよ、ご両親はあの例の広島の方、その世代です。じゃあこっちは、あの、うちの家内の実家が広島というか兵庫、ああ、あっちの方か。僕の両親は桜新町。あ、そうですか。あ、だからあの辺いつもパトロールしてる。そうそうそう、あのパトロール行くっていうのは僕の実家に行ってる。あ、そういうことね。そう、桜新町って前模型店あったけどもうないんでしたっけ。え、本当に、うん、5、6年前まであったと思うんだけど、ね、あったよね、桜新町模型店、知らんか、あるある、あの模型店ってそんな昔ながらの模型店ですよ、うん、住んでたけど、昭和の頃も住んでたけど記憶ないな。あ、本当、クボワイド、いや、クボワイドでしょ、クボワイドだ、クボワイド知ってるはずやった、ヨガの方に行くとこに駄菓子屋みたいなのがあったけど、はい、それではそろそろ時間になりますので、勝ち上がりをかけた B メイン決勝レース6分間です。立ち位置は予選の成績順で決めてください。プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは釜和地六、岩井、桑野 N、 陽介911、若松、沢田。さあ、釜和選手は37周1秒、岩井選手は34周2秒、桑野選手が38周1秒、島村選手は34周0秒、3番手、若松選手が39周2秒、澤田選手が30周2秒がこれまでの6分間ベストです。この中では桑野選手38周1秒が一番速いベストだったのかな、ね、6分やります、6分ですよ、はい、全車ポンラ OK です。それでは並べてあげてください。プラクティス終了です。1番前釜尾選手、2番手が岩井選手、3番手桑野選手、4番手島村選手、5番手若松選手、6番手澤田選手です、はい、ありがとうございます。さあ、トップゴール決めた人はこの後の A メイン進出です。それではスタートします。6分間です。レースを開始します。ランダムじゃない、同じ、おー、いいスタート。おーっと、トップで帰ってきたのは岩井選手です。ボディが、ああ、押してもらった方がいいな、どっかで。さあ、カバオ選手はトップです。カバオ、島村、若松、これがトップ3。沢田、岩井、島村と続く。
さあまず釜尾選手と島村選手、ああ島村選手全体ベストタイムを出していたんだが、クラッシュ2番手に上がってきたのは若松選手、釜尾若松島村です。これが1秒だが、さあ若松選手の後ろに島村選手、おお島村選手攻める、若松選手守ります。さあ未だに3番手を走る島村選手が全体ベストタイム9秒31。さあ島村選手が2番手浮上です。ここで島村選手9秒25、若葉選手がハマってしまった自己責任自己責任さあ鴨尾選手トップです。今度は島村選手が近づいてきます。トップ争い、さあ若葉選手後ろからトップ来ます。1分経過、ありがとうございます。続いていって島村選手が来る、若葉選手の後ろ、ありがとう。さあ島村選手トップ争いは1秒切ってます、0秒9。さあ沢田選手後ろからトップワンツー来ます。そして3番手が桑野選手、2秒8後方グリーンのカラーリング、そっちです。さすがさあオーダーは鴨尾選手トップ、島村、桑野、岩井、ここまでがトップ4、若松、沢田と続く。さあトップ鴨尾選手が13周目に入った、島村選手が1秒9候補で2番手、桑野選手が上がってくる1秒5。2分経過、まだ4分あります。さあ島村選手ミス、桑野選手がすぐ後ろに来る、2番手争い0秒2の差。4番手岩井選手が4秒5、5番手若松、6番手沢田選手、はい、さあ釜尾選手トップ変わらずです。島村桑野の2番手集団が2秒9候補。さあ沢田選手後ろから来るのがトップです、白いマシン。さあここでベストは桑野選手9秒24、現在3番手のマシン。さあ沢田選手続けて2番手3番手が来ます、シルバーと緑、はいありがとうございます、うまいとこ。続けて3番手桑野選手が来る、ここで折り返しの3分です。若松選手ベスト9秒5、ありがとうございます。さあ釜尾選手2番手島村選手が近づいてきてるか、2秒以上あった差がこの週1秒8。あーここで3番手桑野選手飛んでしまった、順位は変わらず3番手で戻った模様。さあ島村選手はどこまで行くか、さあここでトップが接触、いいね、島村選手が、メンタルさあトップ川野選手変わらず、島村選手2秒8です。桑野選手も同じく2秒8で3番手、さあ桑野選手が2番手浮上、トップとの差が、トップとの差が5秒4です。さあ、釜尾選手が今バックストレートからヘアピン計測ライン取ってきます。トップのマシーン、残りが2分。それを追うグリーンのマシーン、桑野選手が今トップと同一世界、その差が4秒9。3番手が岩井選手、4番手島村、5番手若松、6番手沢田選手。残り50秒。いや、ごめんなさい。まだ1分45秒あります。さあ、ここでベストは若松選手9秒50。現在5番手。自己責任。さあ、釜尾選手がこのまま逃げ切るのか。2番手、桑野選手が4秒3候補。間に3台ほど入っています。トップ争い。4分40秒。若松選手後ろから2番手来ます。さあ3番手島村選手はどこだ、あ今計測連動のところですね。トップのマシンラップされている模様。さあオドケ間もなく5分になります。鴨尾選手このまま行くと A メイン勝ち上がります。残りが間もなく50�秒、桑野選手が3秒2トップ争い、ああ、焦げてしまった。順位は変わらず、コースには戻っていく。残
残りが40秒。さあ今の桑野選手のクラッシュでトップ争いは6秒9の差。残りちょうど30秒。釜尾、桑野、島村、岩井、若松、佐田。島村選手、後ろから来るのがトップです。その後ろからは、3番手争いしている岩井選手が来る。さあ岩井選手、前に見えるのが3番手の島村選手。残り10秒切ってる。浜さんのお気に入りっぷりがもう半端ねえ。さあ大時計はここで6分。岩井ゴール、浜は6ゴール、岩井選手ゴール、澤田ゴール、澤田選手ゴール、桑野 N ゴール、桑野選手ゴール、若松ゴール、若松レース終了です。マシンを回収してください。選手です。2番手桑野選手、3番手島村選手、4番手岩選手、5番手若松選手、6番手澤田選手。 B メイン決勝でした。さあ釜尾選手、じゃあ A メインの準備をお願いします。どうしよう。さあ A メインはく、あ、ごめん、消えちゃった。栗さん、斉藤選手、関根選手、伊藤選手、ラスタ選手、そして勝ち上がった釜尾選手の6名で行います。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはフリー、ミツカーン NM2 ピュアオレンジ、関口ナローピュアグリーン、伊藤ナロー、ラスタナロー、釜は千六。6名です。はい、あと釜尾選手ですね。はい、全車ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それでは投げてください。1番前栗さん、2番手斉藤選手、3番手が関根選手、4番手が伊藤選手、4番手伊藤選手、5番手ラスタさん、6番手は釜尾選手。さあこのクラス6分間のコースレコードは多田選手が持っている40周3秒です。ラスタ選手、スタートに注意してください。はい、それでは A メイン決勝レース6分間スタートします。レースを開始します。はい OK、 釜尾選手がすごいスタートを決めた。一気に4番手まで上がってくるわ。
さあ予選と同じく栗選手がまず逃げる展開か。トップタイムを栗選手が持っていく。1周目から8秒台、8秒95。斉藤、関根、釜尾選手が4番手、伊藤、ラッサと続く。さあトップの栗選手が8秒925ヒートベスト。さあ斉藤選手ミスだったが、釜尾選手が前に出たものよ、3番手です。さあ栗選手が8秒87、そして2人目の8秒台は2番手を走る関根選手、8秒97。トップ争い、この差が1秒2です。3番手に釜尾選手、斉藤、伊藤、ラッサと続く。さあ斉藤選手は釜尾選手の意を突き、再び3番手浮上。前2台まで3秒あります。斉藤選手、おお、釜尾選手負けてない。さあ伊藤選手がこの横をすり抜けていく。この間2番手関根選手が全体ベストタイム8秒81。さあトップ争いは1秒8です。さあラッサ選手の後ろからトップをします。はい、ありがとうございます。2番手走る関根選手は一番速いタイムをマークしています。 A 面決勝レース、トップ争いは1秒7。3番手に斉藤選手が4秒3後方、伊藤選手がその後ろ4番手、5番手が釜尾選手、6番手ラッサ選手です。1分30秒。さあ釜尾選手5番手の後ろにトップのマシンが近づいてきている。さあここでベストは斉藤選手9秒08、前へ関根選手まで4秒3。さあ釜尾選手5番手のマシンまでパスしたトップの栗島選手、現在バックストレートからヘアピンに計測ライン取ってきます。さあ伊藤選手4番手のマシンもラップしていく。トップのマシンラッサ選手持ってきます。はい、ありがとうございます。さあ2分15秒経過したところ、さあトップ2台関根の差が1秒7から1秒8、差は変わらず。そしてこの2台がコースレコードペースでレースを引っ張っています。2分30秒。3番手関根選手が5秒9、4番手伊藤選手4秒7後方、5番手釜尾、6番手ラッサ選手です。斉藤選手その後ろにトップが来たが健闘。ここで横を関根選手が抜けていく。おっとっとっと。さあ順位がどうなったのか整理しましょう。トップは関根選手です。現在大時計3分になったところ、折り返しです。トップ関根、2番手栗選手4秒7、3番手斉藤選手2秒3、4番手伊藤、5番手釜尾、6番手ラッサ選手です。さあここでラッサ選手が転倒している。操縦台の前、釜尾選手も釣られたか、ハイコースクリアです。さあトップは関根選手、2番手栗選手が4秒6後方、3番手斉藤が2秒6。さあトップ関根選手が1人40周ペース、コースレコード更新ペース。ただほとんど余裕がない状況です。多田選手の40周3秒4が現在コースレコード。さあ斉藤選手の後ろから関根選手が迫ってきているが、まだちょっと時間ありそうですね。ラッサさん後ろから斉藤選手の3番手が来ます。4分、残り2分。さあ栗選手が4秒1差を詰めてきている。トップ争い、さあ関根選手が30周目に入りました。残りが10周という予想。斉藤選手の後ろから来るのがトップのマシン。残り90秒。さあ関根選手トップ変わらず、若干ペース落ちたか。40周は乗っけてくるがレコードがギリ。2番手栗選手が4秒あった差がこの週3秒4まで詰めてくる。3番手が斉藤選手5秒1の差、4番手伊藤、釜尾、ラッサと続く。
残り50秒。百里選手は3秒差まで来ます。トップのマシンは今継続ライン、間に加納選手を挟んで栗選手が今2番手、こう継続ライン2秒8、残り間もなく30秒。さあトップ2台関根栗は40周回ってくるという予想、現在38周目に入ったところ、トップ争いは2秒3です。残り20秒。さあ残りが10秒。さあ関根選手が最終周に入る、残り5秒。栗選手も最終周1秒9まで来る。ここで6浜は地6ゴール、浜尾選手ゴール、伊藤ナローゴール、三川 MM2 キュアオレンジゴール、関口ナローキュアグリーン、レース終了です。マシンを回収してください。優勝は関根選手、2番手栗さん、3番手斉藤選手、4番手伊藤選手、5番手鎌尾選手、6番手ラスタ選手でした。いや。はい、それではじゃんけんしますよ。ベアリングかピニオンか、バレ。写真撮ります。関根さん、栗さん、斉藤選手が、いやもう理想通り前2人がちゃんとボケてくれる。ラクサさん、
ラスタさん、時期出る。ああ、はいはい、書いてある。すいません。あと、カマオさんが変わってた。申し訳ございません。大丈夫です。これに書いていいですか、はい、これ